こんばんは、ふさおでございます。さあ本日も引き続きザ・フロントやっていきたいと思います。どうです、声だいぶ戻って、いやまだ若干ガスガスな感じも残ってるんですけども、昨日とついと皆様ありがとうございました。いろいろとね、別ゲーム含めてですね、生放送で、昨日はグダグダ管を巻きながらですね、フロントの方ちょこっとやらさせていただきまして、やっぱね生放送引き続きというか久々にやると楽しいもんですね。はい、ということでですね、生放送等々いろいろやっていたらですね、レベルがなんと私50レベルまで行くことができました。ありがとうございます。で、早速なんですが、こちら今回ですね、50レベルになってですね、この基礎のクラフトメニューの中でですね、ついに高温溶炉、まあ電気炉ってやつですね、こちらが作れるようになっていたので、生放送中にですね、本当これ作ろうかなと思ったんですけど、素材が全然届かないことに気づいてですね、まあ高級コンポーネント2はいいんですよ。タングステンと、石灰、違う、石灰じゃねえわ石木、石積みって言ってたんですけど、これ石木らしいです。あの石木と、セラミックシートが、足りないというところですね。一応作り始めたんですけど、ここに来てトナー問題が発生してるんです。トナーを貯めるためには木を燃やさないといけないんですけど、この灰ですね、でこれがですね、火薬にも使うし、まあ、他の素材にもいろいろ使うんですね。なので今急遽ですね、木をそっちからね切りまくってですね、炉に今全部入れて燃やしてはいるんですが、石木問題ね、これ石木問題で、最終的にこれが全然足りてないんですよ。で石木を作るためには、ここですね、ここで行くんですけど、1個作るのにね、これ20とか使うんですよ、トナーを。だからこれ今これでようやく7個でしょ。で、3つ作ったのがもともとあるので、これを足すことによってですよ、ここで、あと、42、でも全然足らへんのっすよ。あーでもセラミックシートは今焼いたので、セラミックシートは28できてて、こうこれでどうよ。あーセラミックシートと高級コンポーネントクリアできて、タングステン合金を作るのにも石木使った気がするんですけど、タングステン合金でどこで作るんでしたっけ、ここでしたっけ、タングステン合金、あほらトナーを使うんだわ。あもう八方塞がりタングステンの塊はだからあるんですよね。これが2個1で作れますから、こっちで使うよりこの、石木、もう石積みって覚えちゃったからさ、もう石木ってスッと出てこないんですけど、石木にしちゃダメなんだ。石木にする前にトナーを、あータングステンとか大変難しいですねここら辺からめちゃくちゃ難しくなってくるんですけど、電気炉を作れば、ね、トナーを生成することができるんですが、電気炉を作る前の段階であればトナーはもうひたすら燃やし続けるしかないんですよね。で、銅もいるのこれ、もう銅もいるんだ。でもどっちにしろこれで8個しかタングステンの塊がないので、タングステン合金を作るためにはあと何個足りないんですか私。12、はい足りません。ということでまずは、銅掘り、タングステン掘りだね。タングステンと銅掘りを、トナーを作ってる間に行わないといけないという流れっぽいです。ということで銅掘り会場までまず来ました。はい、じゃあここを制圧させてもらいまして、銅を掘りましょうか。銅鉱石あります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 。とりあえずこの辺の敵を蹴散らしといてですよ、敵蹴散らしといて、数を減ら、いや重い、減らしといてですよ。おいへへへ、キュービットライフルが強すぎてこれはこれ楽しいな。 OK、 じゃあ早速まずは足りない銅掘りですね、銅からガンガン掘っていきましょうか。で続きましてタングステンでございます。タングステンといえば砂漠エリアでございます。はい、ということで、前回ぐらいに来たことがあるですね、結構前ですね、久々ですね砂漠エリア。こっちにタングステンがいっぱいあるのは知ってますから、ここで天然のタングステン掘りですね。 OK 掘っていきましょう。
ケー、ただいま戻ってきました。でこれでひとしきりタングステンも掘れましたんで、まずはタングステンの塊、100個できますね。200の100 53、このまま、まあ、タングステンここで焼いちゃいましょうか。時間かかるかな。で銅も原石がありますんで、塊あるんで、こっちで、残りの掘った銅を溶かしつつ、半分個でいいか、これちょっと半分個しましょうか。半分個して、こっちはこっちで、銅の塊を焼いておいて、こっちはこっちで、銅の塊を焼いておくと、これでいいですね。よしよし、トナーもできつつありますから、トナー回収して、いやーこれあと時間ですね。トナーそんなすぐできないので、ちょっとトナーが出来上がるまでひたすら待ちましょう。それでもトナーができる速度が悪すぎるので、ちょっと一旦お焚き上げの祭りをしようかなと思いますこれはこれで時間かかるかな。一応キャンプファイヤーでもトナーはこれできますから、うーん、1個のトナーができるのに、てかまあ1個の木ですよね、消費しきるのに、これ1分の1だと思うんですけど、どのぐらいに時間かかるんだろう。キャンプファイヤー設置した瞬間にトナーが1個さっき今出来上がってましたね、これつけた瞬間に。だからこれどんだけ時間かかる、まあ、とりあえず増やせるだけのキャンプファイヤーはこんな感じで増やしてですよ。でこれでちょっとトナーを、作る山火事みたいになってきたよこれでちょっとトナーを作る速度を上げるしかないですよね。いやでも結構いいペースでできてるかもしれないです。30秒に1個ぐらいですか。あほら3つ溜まってるもん。あ意外にこれこのキャンプファイヤー作戦が一番早いかも。言うてる間にトナーがどんどん溜まってきますもんね、これで。あこれの方が釜のよりトナーをたくさん、まあ、急いで集めたいときは、あどのゲームも同じですね。なんか昔ラストの時もこれやってた気がするんだよな、お焚き上げ祭りだっつって。ああまあこれでトナーも、あー溜まりそうですね。あこれでちょっと同時進行で燃やしていきましょうか、こちらも。オッケーオッケー。結構待ったんですけど、これねトナーはかまどよりこのお焚き上げの方が溜まりますね。全然速度違うわ。かまど、いや、うん、感覚値ですけど、かまどが1トナーが出来上がるの待ってる間に、焚き火は3ぐらい出来上がって、3倍ぐらい違うようなイメージ。いや、もう今取っちゃったんですけど、トナーを。このすぐ溜まるわ、トナー。だからもう伐採機でだんだん切ってきて木をですね、ここにどんどん入れておけば、トナーはね結構すごいスピードで焚き火の方がたまりやすいですね。はい、ということでやっと全部素材揃いました。ありがとうございます皆さん。時間かかったねこれね。さあ行きましょうか。このトナー地獄から脱出する時が来ました。高温電気溶炉製作開始。出来上がるのも15秒で良心的ですね。さあ行きます行きましょう。楽しみですね。ようやくこれで多分一気に焼ける速度も上がるし、素材系がねガチガチに作れるようになってくんじゃないでしょうか。できたー、やっと念願の電気炉できました。さてどこに置きましょうか。もう言うても手狭だし、これ縦長なんだよなこれがな。ロッカーよりでけえし、高級炉よりもでかいっすね。新しいサウナとなるかどうかって話で、高級炉は高級炉取っときたいんですけど、やばい手狭になってきた。ロッカーをこっちに移動させて、ここの間にはめ込みたいぐらいの勢いなんですけどでかいな。あーどうしよう、2階建てってか吹き抜け2個分使うっていうか、ロッカーがまた引っ越しするこれ。いやでもせっかく看板つけたしな、もう電気炉外に置きますこれ。なんなら入り口に、あーこれ冷蔵庫と同じ原理かな。意外に奥行きある説が出てくるって感じになりそうですか。でここで置く。最近なんか畑関係あんまりいじってないんですけど、いかがでしょうか。電気炉でございます皆さん。やっと完成いたしました。あまりにもでかすぎてですね、もう外に置くことにしたんですけども、んーねーこれが確かめちゃめちゃ入るんですよね。ほら大容量でしょ。そんでもってですよ、トナーがこれがあれば作れるようになると。そしてアドバンス精錬というものができてですね、これをやるとですね、タングステンとか確かね、ステンレスとかも出てきたかな、の塊が取れると思うんですよ確かこれでね、石から。なんでこれもやりつつなんですけど、確かこれって電気のワット数
発電機1個じゃ足りなかった気がする。あれちょっと電気関係やってみましょうか。電気とりあえずリサイクラー今も使ってないから、リサイクラーの方につながってたこの、ワイヤーを取ってしまってですよ。これ今2機掛けなんで、ここを1個2個1にしてあるから、ここのワット数だったらいけるんじゃないか説で、ちょっと待てよ、こっから持っていって、電気炉だな、電気使いますね。なんか風車関係とかも使いたい。うわーちょっと待って、配線きれいに回したい選手権、これ一旦ここで地面の下を通ってこっち側に配線を持ってきつつ、そのまま直接つなぐとさ上入っちゃうじゃないですか配線が。だから一回外に行ってこっち側の壁を貫通させて持ってきた方が美しいんじゃないこの配線んで、こうと、どうこれで、ワット数が 75PT1 台だけ回したらどうなの、1台だけ、まず半分だけガソリン回してこう入れます。これでどう、電気はこれで片側は行ってるんですけど、あ1台でいけるじゃん、あ発電機1台で1個回るか、あーオッケ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 ー、でこれで初級精錬ができるようになりました、ありがとうございます。皆様高級電気炉ができたので、ちょっと今電力不足に、陥っております。なのでまあ永遠と発電機使い続けるのも微妙なんで、私まだ風力発電こちらで作っておりませんでしたので、風力発電も今回作っていきたいなと。で風力発電がどれだけ電力を発電してくれるかいまいちよく分かってないところもあるんですけど、機械部品50個使うんですよね、1個作るのに。とりあえず1個できました。他の素材はね意外にあるんですけど、機械部品だけですね。とりあえず1台できたので、これもつないでみましょうか。風力発電をセッティングして、おほほ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 ほ、でかいですねこれ。なんか、周囲3メートル以内に建築の遮断があると風力発電効率が低下するって書いてあるんで、周囲3メートルってこれ1マス1メーター扱いってことだと3マスずつ離さなくちゃいけないっていう話か。屋上に設置すればいいんですかね風力って。ちょっと久々に屋上上がりますか、ずっと屋上ここのところ上がってなかったんでちょっと待ってよ、久々に屋上上がって、あーこれでも1、2、3、あこの端っこにギリギリ立てれば、これも建造物扱いになるのかな。とりあえずこの辺に一旦風力設置してみます。うわかっこいいな普通なんかさ、風車みたいなさ、三枚羽みたいな、これも三枚羽ですけど、これかっこいいっすね。これも風力使っちゃってですよ、ここで。で、この子につないで、風力1台、現在の電力75。これ1個で、あーでもこれ61か。あーでも上がってきてますね。これ1台で、電気炉1台回すこととかできたりします、これしません、まあ、一応、回らないことも考えてですよ、こっち側の発電機側に1回こっちで統合させちゃってとね、1回統合させちゃって、あ開いてない、あ開いてますね1個、これで1個統合させて、これで今発電機側を切るじゃないですか。切った、風力発電はここで61送られて60になって、61発電して60になってここに到達して60、でそして電力は75必要、切れてます。なあそういうことか、やっぱ1台じゃダメなんだ、もう1台増やさないとダメなのね。ということで結果ですね、風力発電機2台作りました。いやこれは2台つなげば大丈夫でしょう。さっき1台じゃ賄いきれなかったので、もう一回これで上上がるじゃないですか。んでちょっとまあ風力が落ちるらしいんですけど、近づけすぎると、まあ多少じゃないかなって勝手に思い込んでますんで、多少落ちたところでもいいかというところで、こことこの四隅、あここにソーラーパネル置きっぱなしだったもう一個上、これ採水器も使ってないから、この採水器も壊しちゃってだよ、これを一回壊して、でここにも1台置かしてもらいましょうと。でこれを3台つなぐためにちゃんとパラレルワイヤーを持ってきたんで、このパラレルワイヤーをこう真ん中ら辺にね、この上ら辺にしとこうか、この辺に
設置させてもらいまして、でここに向かって配線をつないでいくっていう作戦だったらどうかなと。でこれをまず1台つないでと、こんな感じでね。でパラレルワイヤーに1台持ってくじゃないですか、1本、なるべく配線は整えながら、これ整ってるのかどうかわかんないんですけどこのブロックのこの模様ね、この模様を使ってパラレルワイヤーに1個つなぎます。これ1個いったよね、風力発電で。こっからも、アウトプットで1台つながせてもらいまして、こうでしょ、で広域のこれで2個目、んでさらには3つ目のもともとつないだやつをこれ取っちゃってと。でこれでダウンワットいくからなんですよね。これでもう1台いってブロックのこの隙間を利用してこっから引っ張ってみ、引っ張ってみてだよ。これでどうよ、これで616161の182、十分でしょこれ。いや別に3つつなぐ必要もなかったのが2つでいけたか、これだったら。お待たせいたしました、これでどうよ、これでいけるんじゃない、これでインプットつないで107聞いたありがとうございます。皆さん風力3台体制、まあ2台でも良さそうでしたねこれだったらね。あーそういうことか、60足単純に1個かますと1ずつ減るんですけど、大元で60台180ぐらい来ると。でこれ自体は75使うから、あーまあまあまあ、それでかまどは稼働するようになりました。